ってます。さっきからずっと何かが入ってる。下まつげかな。下まつげかな。下まつげかな。下まつげかも。もうやだ。もういや。どうすればいいの。下まつげかも。何回言うの。何回言うの。上まつげ、下まつげだ。こうやってしてると痛くないもん。いや、わかんない。もう嫌だ。下まつげだよ。下まつげだ。仕方ない。仕方ないですね。諦めよう。どういうことですか。こんばんは。皆さんこんばんは。ぽいぽいナイスということで、本日も気合を入れてまいります。よろしくお願いします。肉茶イベント濃厚織3日に迫ってまいりました。ファンになりましたって、ありがとう。突然のファン、ファンポチナイス、嬉しいっす。残り3日になったんですね。嘘かも。いや、ほんとだ。1、2、3、北海道選抜の2カ所。え、なんで知ってんの。私も最近知ったんだけど、発表された。ということで、ただいまミクチャイベントに参加中です。あ、待って待って、どうす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 、待って、4位になった。やったー、たとたた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 。ずっと追いかけてきて、ずっと追いかけてきた4位が、4位だー。半分にしたら2位ですからね。ありがとう。そうなの、島崎さんの配信で4位になってたんだけど、多分動画のポイントかな、で、ちょっとね、巻き返されちゃってたんですよ。だからこう、カタ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 ってなってるんでしたけど、復活しました。ありがとうございます。やったね。ここからは次の壁を目指していきます。またとんでもなく高い。え、くれんの。ありがとう。母ちゃんが肩叩きくれました。やったね。本当に皆さん、たくさんの応援ありがとうございます。なんとかなんとか必死にしがみついております。しがみついて、ありがとう。ということで、母ちゃんからもらった肩叩き機で肩を叩いていきたいと思います。こうやって使うのかな。あんま使ったことないけど、かわいいでしょ。これ島村だよね。違う、あれ普通にあれか、普通のグッズだ。この前見てたの、それ。
対立した層にこっちを見てるって、あなたのその右上にある×ボタン消滅して差し上げましょうか。気持ちいいですか？かゆいです。かゆい、めっちゃかゆ、かゆ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 、肩叩きが使う、いいね、ちょうどマイクにもなる。いきなり無人、カフェインさん、リムジンありがとう。もう食べるのには慣れっこですけど、慣れっこですけど、すごい駆けつけてくれてありがとう。食べ慣れてるのもまあ普通じゃないんですよね。いきなり無人。ありがとう。いやー、なんか対応力、やばいよね。こんないきなりリムジンが飛んでくるなんて。私今、幸せ者よ。幸せだ。あーあーあー、幸せです。ありがとう。仮面さん、いつもリムジンありがとう。嬉しいです。ということで、ただいまイベントに参加中なんですけど、皆さん多分あることを忘れてると思うので、私が言ってみたいと思います。一本キスありがとう。みんな多分あることを忘れてると思うんです。あの投稿動画があるじゃないですか。あの動画なんですけど、結構みんなあのいいねとライクを重ねてくださってて、すごい嬉しいんですけど、実はあの動画さ、222いいねに行くとカジさんの好きな食べ物が公開されるらしいんですよ。皆さん忘れてませんか？ちゃんと動画見ました？最後まで見てくれたから、ちょっと忘れてたでしょ。そうなの、ちょっと忘れてたでしょ。そう、あの動画はなんか222いいね突破するとカジさんの好きな食べ物が公開されるらしいんです。今200超えたぐらいだったと思うんですけど、そうなんですよね。あのなので、まだまだあのいいねとライクを増やしていきたいなという所存なので、皆さんよかったら動画もね、多分もうみんなね、もういっぱいねポチポチしてくれてると思うんですけど、いっぱいは一回してくれたら嬉しいんだけど、ちょっとこの事実を広めていきたいなと考えております。チアナイス、焼肉かラーメンか、いや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 、だって222いいねですよ。多分ね、焼肉とラーメンじゃない。222いいねだよ。すごいじゃん、だって。本当に達成した。多分すっごいもんだと思う。すっごいもんだと思う。え、かわきさん。ありがとうございます。想像を超えて、この壁超えて、どこまでも、どこまでも、どこまでも、の上に立つのさ。It is less than a cause. あした肉の日？確かにね。肉です。肉を食らう日です。ニュースナイス、ナイス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 、イス。こんばんこんばんは。あ、せっかくさ、ずっとさ目指してた4になったからさ、乾杯しようよ。今思ったでしょ。乾杯しよう。なぜかっていうとね、美味しそうなみかんサイダーを手に入れたの。
キスをあげるよ今さら好きなんて言葉より効き目あるでしょ。みかんサイダー、今日まっちゃんさんの誕生日本当におめでたいんですけど、今日偶然すごい天気が偶然です、偶然すごい天気が雨模様なようで、すごい雨模様なようで、すごいなんか、すごい今日はなんか私一日マーチャーさんを感じてました。お誕生日だ。本当に素敵なお誕生日。さっきもね、一期生の皆様で配信されてたじゃないですか。本当になんかそういうの、もうそういうの私大好きって思いながら見てたんですけど、今日はそれだけじゃなくて、もう本当、なんか外出た時からずっと思ってたんですよ。あ、やばい、今日、まーちゃんさんだ。やばい、なんか過ごしてました。でも、アミタ。いや、アミタも、いや、じゃあ、実はアミタも、まあ、去年もなんかそうだったっぽいんだけど、私も結構誕生日の前後、天気荒れがちなんだよね。しかも台風1号とか来ちゃう。そう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 。荒れ始めがち。ぽいぽい、ナイス4位になったら、そうなの、本当にみんなのおかげなので今から乾杯しようってことで、キスをあげるよ今さら好き、みかんサイダー持ってきた、温州国産温州みかんを使った爽やかな美味しさ、爽やか、ごめんなさい、温州みかんでしたひらがなで後ろに温州みかんって書いてありました。あ、恥ずかしい、もう今のカットしてください。あ、氷欲しいって言ったら怒る。どれ？ここに？これ。レディーガー。レディーガー、紙飛行機。あざす、行くよ風の中を力の限りただ進むだけ、その距離を競うようにどうどうだか、うん、みかんの香りです。それでは皆さん、ついに目指していた4位になりました。まだまだ目指す壁は高く、なんだっけ、あ、思い出した、縦にも横にも伸びていきましょう。皆さんでせーの、ケピー。あー、みかんだ。うん、いいビタンさんです。非常にいいビタンさん。ビタンさん、シュワシュワドゥ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 、弾けきれない、私が嫌い、不意に君の手そっと触れたりができたなら想像だけじゃもうダメ、久しぶりに会えるたびに背が伸びてるのね、隣歩くその姿が別の人みたい、春色した爪の先を袖に隠して心ブレーキかけたの、ドルルン、彼女ができた、嬉しそうに頬は絡める君、ドゥドゥドゥ、お揃いの顔してより過ごしてる、ダンサンシュワシュワって感じです。じゃないっす、意外と揃った奇跡。何の話、私美容院行ってきたよ、結構前だけど、多分10日ぐらい前。あんた、パチって揃えられちゃうのね。
急いでたんだもんだって。もう完璧完璧、豆まき臭い。リムジンありがとう、リムジンありがとうございます。ありがとうね、いつも本当にビックリムジン、ビックリムジンありがとう。あ、そう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 、急いでもらったんです。なんかさ、もう偶然の産物なんですけど、たまたまもともと入れてた予定が、あの1日のスケジュール表を今縦に考えるとすると、こことここにあったの。こことここに、いや、こことここね、こことここにあったんですけど、ちょうど前日にこの真ん中に、ここの真ん中にザーンって予定が入っちゃったんですよ。で、その上が美容院だったの。だから、でも、諦めたくない！当日キャンセルなんてできない！って思って、諦めないで行ったんですよ。すいません。めっちゃ急いでもらって、もう大丈夫ですか？ごめんなさい。って言って急いでもらった。だから最後ね、最後めっちゃね、あの美容院の方とね、共同作業してた。あ、じゃあ私この前髪の、これ、あれやるんで、あ、じゃあ分かりました。じゃあ私、あの、先、後ろオイル塗ってるんで、前髪、あの、やってもらって、つってこう、私が自分で前髪やって、美容院の方がこうやってオイルとか塗って、こう、届いてもらって。ありがとうございました。じゃん！最後、マジ、怒涛の追い込みすごかった。そうなんですよね。いや本当にね、わがままなお客さんで申し訳なかったけど、なんか、見えないやりさん、リムジンありがとう。みんなさ、いいの、そんなにほんまにいいのか。ありがとうね、本当に目指したいけどさ、心が葛藤してるよ。ありがとう。時にはわわ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 、これが見たいかな、本当に。いっぱい食べる君が好き、朝も昼も夜も我慢なんて一番ダメだよ。いっぱい食べる君が好き、カロリーの半径。ありがとうございます。いっぱい食べます。いっぱい食べるね、みんなの分まで、みんなの分まで。あー、マカツありがとう。ぽいぽいナイス。そう、だからそんな感じの髪型です。でもだからそう、あれ？ちょっとスッキリしたんじゃない？髪の毛。多分ね、4、5ヶ月ぐらい、ほっときっぱなしで、結構髪の毛が伸びてたんですよ。髪の毛が伸びると何が起こるかって、私、ここでお団子作るじゃん。なんかもう本当になんか、毛量多すぎてお団子が爆発しそうになるの。なんかもう丸まりきんなくて。すっきりした。すっきりした。めっちゃすっきり。すっきりイムジン。すっきりイムジン。すっきりイムジン。スレットがシャープでスタイリッシュなの。ありがとう。最高の褒め言葉だわ。シャープでスタイリッシュだって、スレットが。これ以上は伸ばさない。髪の毛がどのくらい伸びたいかによりますね。勝手に伸びてるんですよ。この子たちが勝手に伸びてるの。伸ばしてるつもりないの。伸ばしてるつもりはないの。意思があるみたい、この子たちには。
歌詞見るとそう大根おろしでしょ。ニキはなんか髪型が結構決まってるんですよ、固定なの。なんか私は昔はずっとおろし固定だったんだけど、メンバーがさ卒業したりするとさ、全体のバランスを見て髪型が変わったんですよ。私のだから髪型遍歴はおろしから5人になってこうハーフアップをちょっとして、その後に団子になりました。今お団子生成のプロです。1週間に2回以上お団子を作っています。え、そうそうそう、その話したかったの。やりました。私ニクラーミア8月7日北海道遠征に参加させていただきます。はーい。そうなんですよ、こう北海道の単独ライブが最8日にあってさ、その前後で後ろの日がよさこいと、前日はインストアイベントがあったんですけど、誰が行くか決まってなかったんですよ。なんかそれはスケジュールの都合とかで何人かみたいな感じだったんですけど、私スケジュールガラガラだなってずっと思ってたんですけど、スケジュールガラガラだからこれで入んなかったら泣いちゃうなって思ってたんですけど、よかったです、生き残りました。本当にガラガラだった、本当にガラガラだったからよかったです。北海道がなかったら私は一人寂しくお家にいるところでした。北海道何泊？3日間いるから2泊3日わかんない、もしかしたら3泊4日かもしれないけど。そんなわけないか。そんなわけないか。そんなわけないの。楽しみ、北海道、北海道、北海道。北海道ってめっちゃいいじゃん、発音するだけで笑顔になれる。北海道。牛乳飲み放題やばいね。え、マジで楽しみ。インストアだって、インストアだよ、ストアの中でやるんだよ。北海道ね、皆さん北海道公園にお越しいただきありがとうございました。前のリムジンです。楽しみ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 すぎて肩たたきを回す。ぜひみんな遊びに来てくれたら嬉しいし、写真いっぱいあげるね。北海道の地面の写真とかいっぱいあげるから。そう、北海道遠征だとなかなかね来れない方とかもいると思うけど、地面の写真とかいっぱいあげるから安心してね、一緒に楽しもう。カニ頼む、カニやばいね。私でも結構カニ食べるの上手だと思いますよ。おばあちゃんがねカニ送ってくれたりしてたんですよ。それでお家でね一人でなんだか2杯ぐらい食べてた時あったから、カニむ、うまいです、私食べるの。朝一で乗り込みます。やばいね。やばいね。乗り込み。ラッキーピエロがいるの？北海道に？ジェットスター、え、めっちゃいいじゃん、なんかかっこいいし、ジェットでスターだぜ。最強だと思う。
ぽいぽいナイス、ぽいぽいナイス、ありがとう。ほんとだ、インスタイベントにきちゃん、ひなっちゃんさん、島崎さん、にいくらさん、アプガ、古谷さん、小山さんに決定。こしきさんも iPhone アップデートしてない。私もなの。なんかさ、iPhone のさ、iPhone ってアップデートすると、なんか時々絵文字が更新されて、なんか結構細かい絵文字が使えるようなんですけど、なんかさ、色のさ、ハートあるじゃん。あれね、アップデートしてない人はね、なんかピンクのハートはね、ちょっとなんかね、もやがかかってるんです。私もこれ。いつもだからアップデート、そう、ちなちゃんさんの後ろにね、ハートをつけるたびにね、アップデートしなきゃって思うんだけど、ちょっとめんどくさくてしてない。これも可愛いからいいや。って思ったら、こしきさんもアップデートしてなかったから。おそらちだーさあ、アップデートしよう。なあ、好きな人だ。ニューガーイガタ。ニューそれがほんの少しでも。なんで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 サインサンカレーナナ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 ナそれだね、30分だって。そろそろ喋ることもなくなってきてしまって歌います。あ、マイクあるじゃん。バレバレアレビュー作バレー発。はーい、皆さんこんにちは。私、歌のお姉さん、アミお姉さんだよ。今日みんなで一緒に歌と踊って楽しんでいこうね。そらそらね、ちゃんとね、伝えたいけど、あのね、ね、やっぱ上手に言えないよ。頭の中準備してたのに息が止まる。死んじゃくないけれども、勇気を出して、痛いのあなたのことが大好き。そっけないふりしてもぎこちないから、いつだってバレバレ I love you 即バレバチュー、バレバレ I love you 即バレバチュー。ハートのリボンはあなたのためだけに、だけに結んであるから、いつかほどいてキュッてして、それまでは我慢のかと思い、秘密のバレバレアレビュー即バレーボチュね、そうなね、ちょっと話があるの。ほんとね、ずっとね、やっぱ言い出せるわけないよ。たった4文字だけなのに声が詰まるの。大好き、突然頭が出るなんてずるいよ。
嬉しくて。ダメダメ I love you やばこれ二重ハートのリボンだ。あなたのためだけにだけに夢中であるから、いつかほどいてギュッてして、それまでは我慢の片思い秘密の。ダメダメ I love you やばこれ二重。卵かけご飯ありがとうございます。うまい。ねえあなた今誰のこと胸の甘い見つめてるの。カガチュカガチュカガカガカガチュ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 。メールの絵文字は女の子の気持ち気持ち隠してあるから、いつか気づいてちょっとして、それまでは我慢の片思い秘密の。バレバレ I love you you made me for you ハートのリボンはあなたのためだけにだけに結んであるから、いつかほどいてギュッてして、それまでは我慢の片思い誰にも秘密の、いつか見られる片思いあなたに。バレバレ I love you イメトレは中バレバレ I love you バレバレ I love you イメトレは中キャーわ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 ー。バレバレ I love you ダメダメ、バレバレ I love you ダメダメ love you。 ありがとうございます。マイクさしてて気づいたけど、なんかちょっと絶妙に鼻にさ、なんか絶妙に鼻に入りそうで、ちょっとあれだね、なんかマイクじゃないね君は、可愛いけどあなたマイクじゃなかった。ミクマキさんありがとう、メガネ人間くんね、ぽいぽいぽいありがとう。トリクさん、タンマーさん、ケーキが可愛い、ケーキ可愛いね。それは何ケーキって言うの？あなたショートケーキって言うのね。ドーダーラーメン、ニジプさんぽいぽいありがとう、ぽいぽいありがとう。危ない危ない、鼻肩叩き塗っちゃったから鼻肩叩き、クスクス、なんて上品な笑い方するの、めっちゃいい、真似しよう、クスクスなんか面白い時あった時、私も一緒にそうやって笑う、クスクスって笑う、すごく上品だと思った。ニュースナイス、キテちょんまげ、キテちょんまげ、グフグフ、え、クス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 、ニカさんいつもどう笑ってたかしら、私もよくわかんない、もう笑いすぎてわけわかんなくなっちゃった。ガハガハ笑います。ガハハハハ。ウェッウェッハ。シュアンボイス。あら、みんなお上品でいらっしゃいますわ。おほ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 。
曲歌おう。新しいマイク。いつもの時間の電車に今日も君が流れる。気にしないふりしてるけど、もっと君のこと知りたいよ。なったってかと思い、声もかけられないの。それでもね、いつの日か勇気を出して伝えたいかな。ずっとずっと前から君のこと好きでした。なんて伝えたら君はどんな顔をするの。もっともっと近くで見つめていたいけれど、今日もっと僕から眺めたままに送るだけ。こっち向いてよ、楽しそうに話してる君、どんどん愛しさは募る。友達に見せてる笑顔、近くで私も見せてほしい。いつだって遠すぎる、近いはずの距離でも、本当は今すぐに勇気も出して伝えたいのに。だって君もね、思っているそれだけで幸せな気持ちが溢れてくるから、不思議。もっともっと近くで見つめていたいけれど、今日もっと僕から眺めたままに送るだけ。こっち向いてよ、君がそういつも置いてく駅が近づいてくると切なくなる。あと5分だけでいいから、君の姿を眺めていたくて。ずっとずっと前から君のこと好きでした。なんて伝えたら君はどんな顔をするの。もっともっと近くで見つめていたいけれど、今日もっと僕から眺めたままに送るだけ。だってだって君もね、思っているそれだけで幸せな気持ち溢れてくるから、不思議。もっともっと近くで見つめていたいけれど、今日もっと僕から眺めたままに送るだけ。こっち向いてよ、イエーイ。ポイポイナイス、ありがとう。すごい、みんなすごい、なんかモアイ像みたいなスタンプ送ってくれる。わーい、あかみありがとう。ポイポイありがとう。キサポンさん、みっちゃん、ラウネさん、みっちゃんもありがとう。ガムさんも、あーチャベさんも、サトさんもありがとう。パチパチありがとうございます。みっちゃん、イムジンありがとう。イムジンありがとう。ちょっと多分上唇らへんからちょっと出ちゃったけど、ほとんど美味しくいただきました。
ありがとう。ねえさ、私さ、やめよう。何？え、ミクチャってさ、縦配信だからさ、画面横にして買ったらさ、あの上から両親がさ、落ちてくるんかなって思ったの。でもちょっとキモいからやめようって思った。ねえ、もっとミクチャってさ、横にしても縦だよね。って思ったの？わかんない。横にしたらなんか映るか。なんか周り。ちょっとずつ横にしてみる。あのテクノックで。ドゥッドゥッドゥッ。もっともっと近くで。ドゥッドゥッドゥッ。でもこっちでも人形しかないから。そう、人形。こっちがね。いや違う。人形は可愛いじゃん。こっちがね、これがちょっと、これがちょっと。あ、でもそっちだとさ、これがちょっとやだよ。ミクチャの髪。これって私今。なんか実験みたいな。これさ、私今どうなってた？ね、ごめん、ありがとう。ね、ごめん、本当になんかさ、こんなリュウジをなんか実験みたいな使い方して、本当にごめん、すごい気になっちゃったの。ちょっと気になっちゃったの。ごめん、ありがとう。本当にありがとう。今のでさ、何が起こってたの、私に。もうちょいしてくわ。ちょ、ごめん。あの、ごめんね、別にあの、すごい、あの、正確さを求めたかったわけじゃないんだけど。ちょ、気になっちゃったの。ごめん、気になっただけ。ね、ありがとうだけ作って。そうだよね、横になんなよ。ありがとう、ありがとう。みょん。解決、解決。今ので70、あそんなようなタイトルだった気がする。 Always。 なんかも Always Love ホイットニー・ヒューストン。タイトルエンダーじゃないからってホイットそうに、ないかも。ないんだ。ホイットさんで出てこない。ホイット。じゃあ私が歌詞見るしかないか。エンダーイヤー。違うよ。絶対エンダーイヤーで出てくるから。同じ考えの人がこの世に何人いると思ってんのよ。エンダーイヤー歌詞って出てくるもん。出てくる？うん。嘘でしょ？あ、すごい、和訳カタカナ出てきた。ありがとう。If I should stay, we, your way. So, I go by now, I'll show you every step of the way. And I, we always love you.マジでいい歌だよ。何が分かって言ってんの？
私はあなたをいつだって愛し続ける。私はあなたをいつだって愛し続ける。あなたを、これからのあなたの人生が素晴らしいことを願っているわ。そしてあなたが願っていたことすべて叶えますように。そしてあなたが幸せと喜びに満ちるように願っているわ。でもそれ以上にあなたが愛情に包まれていることを願っているわ。私はあなたをいつだって愛し続ける。私はあなたをいつだって愛し続ける。私はいつだってあなたを愛し続ける。あなたよ、ダーリン、あなたを愛してる。私はいつだってあなたを愛し続ける。うー。めっちゃいい歌じゃん。なんかいいよね、こういうなんか真実の愛っていうかさ、あれでしょ、これ、これ、それタイタニックでしょ。違うっけ、タイタニックはなんだっけ。え、今のやつボディーガード、タイタニックの歌ってなんだっけ。ね、思い出す、そうだ、思い出す、もやもやするでしょ。私も今その気持ち。あ、セリーヌ・ディオンだ。いや、私は絶対思い出すよ。タイタニックでしょ。あの BGM に合うってことだもんね。このシーンに合う BGM ってことだもんね。壮大で。前奏が出てくる。あ、ダメだ。ドラクエしか思い浮かばん。だっただだだだだっだだ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 足取れダラダダダダミーファミレドアオレシレドドシドドビバスナ足取れミドなんかこれちっちゃい頃さ、なんかさ、なんかやったのよ、音楽会みたいな。そう、セリーヌ・ディオン出てこねんだけど、待って、もう一回思い出す。こうでしょ。風に吹かれて、海の上。海の上。あなたは何を思う？あー、ダメだ。洋楽でしょ、洋楽。Hey, アシスタリー。ノーレスレース。コキーパーマイ。ハンダラペラ。Hey, アシスタリー。洋楽、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 英語の曲で、悲しい目のちょっと切ない。あ、わかった !West always, never! ああ、すっきりした。めっちゃしっくりきた。ブリンバンバン違う。ブリンバンバン違うけど、私ね、昨日ので覚えたよ。ブリンバンバン、ブリンバンバン、ブリンバンバンバン。難しいのそこじゃない。はぁ、すっきりしたわ。バイザーが歌ってください。私、あれしか歌えないよ。なんだっけ。あれ。ねえねえ、こまえも。ねえねえねえ。あ、You are my, I stand away with song. We started the song. I stand away with song. We started. Tell me why it is a kind of a first song.Tell me why it is a killer so Tell me why I never said a peace day I always last day Tell me why it says Tell me why it tells us that it's a host Tell me why I never thought a peace day I always last dayI won't it's a stay. 何曜日になっちゃったの、そういう話しかないわけよね。これね、なんだっけ、あの、バックナンバーじゃない、あの、バックナンバー、違う。わかるよ。全部わかんない。ビートルズさんじゃない。英語の曲といえば。あ、疲れた。英語の曲といえばビートルズさん。
でもこの曲めっちゃいい曲じゃない？お前が言うんだ。テルミーワイだよ。教えて的なことでしょ？なんで？ でさ、ちょっと切なげなメロディーでしょ？で、I want it's Thursday。サスデーじゃないんだぜ。I want。でも私は、この日に、あなたにでかじる会いたかった。この日に会うって約束してたの。サスデーにね。サスデーに約束してたんだけど、でも、約束した場所に、あなたは来なかった。僕は信じてたけど、あなたは来なかった。なんでっていう。この気持ちが伝わらなかったのか、この僕の、この気持ちはどこにすればいいのか。なんで、どうして、わかんない、教えてっていう。めっちゃ切ない曲だと思うの。なんか泣けるよね。多分染みる曲だと思う。ごめん、全部今のこれ、私の勝手な妄想なんだけど、テルミーワイから連想した私の妄想なんだけど、多分そういう曲だと思う。染みるぜ。ということで、ただいまイベント参加中。現在4位まで来ていますが、まだまだ差をつけながら、上に、ピッツバース、これこそ抜き、大波、オンザ、塩、急所、塩、バッツコーって感じて、まだまだハイでしょ。もっと今ここにいると胸張っていることするこそが、合わそう、一応やりますか。エレディララ、イザラとビーラッキー、キュート奏でるな、アムログママや景色、それそれへんが、ピッツバース、エコーはへん、ライナー、ユニゾンライしていきたいところなので、先生よかったら引き続き応援よろしくお願いします。あと3日なんですけど、私たちもできる限りの、全身全霊、配信していきたいと思う。よろしくお願いします。しくお願いします。今日はこの後24時頃から梶さんが配信予定です。そう、とりあえずこの配信、この配信は、いや、難しいのよ。これ、なんかめっちゃ難しくて、その、この配信のその全体順位、総合順位のポイントプラス、その、ジッパー秋号のハガキの総数のポイント。そう、そういう感じなんだけど、この配信で、まあ、上位を取れることのメリットは、もちろんその総合ポイントが多くもらえるっていうのはもちろんメリットなんだけど、その秋号に大きく乗れるか否かっていう特典も実はあるっていう感じなのよね。だからちょっと難しいの。ハガキで本番感もあるけど、難しいのよ。配信は1位の人は600ポイントもらえるの。で、ハガキは1位の人は300ポイントもらえるの。だから単体で見たときは、なんか配信の方がポイントでっかいやんって思うじゃん。そう、だから、どっちも大事なんだけど、この配信で、1位を取ることができたら、その秋号の投票のジッパーに大きく乗れんの。2ページ。で、2位を取ると、1ページ、バーンって乗れる。で、この総合ポイントの他に、なんか動画ラン、なんか、動画ランキングってあるじゃん。その動画ランキングで、上位だった人。で、かっこ、その総合ランキングに入ってなくて、総合ランキングで入ってなくて動画ランキングで上位だった人。もう、1ページドーンってでかく乗れるよっていう感じなの。そう、そう、結局、フォトブックを勝ち取ることができるのは、総合、その、配信の全体ポイントと、ハガキの、応募ポイントから、順位をつけられて、全体ポイント。これを合わせて、1位の人、たった1グループしか、その得点をもらうことができないので、最終的な、その、フォトブックの。だから、どっちも頑張りたいねっていうのはあるんですけど、
そうだからね、例えばで言うとさ、人参さんとさ、リンゴさんが1位と2位だとするじゃん。全体ポイントで。で、動画のポイントでも、じゃあ、人参さんとリンゴさんが、あれ、私今なんつった？リンゴっつったよね。人参さんとリンゴさんが1位、2位だったとすると、じゃあ、この動画ポイントの3位が、いちごさんだとしても、加工！ストップ、ストップ！あ、全体間違えて全休になっちゃったけど、まあいいや。めっちゃ休んどるやんってな。じゃあ、いちごずさんにしよう。いちごず。りんごり。りんごり。例えばさ、こういう順位だとするじゃん。全体でこんな感じ、動画でこんな感じってなったら、まず全体の1位の人がジッパーでめっちゃ大きく乗って、全体で2位の人がジッパーで、1位の人よりはちっちゃいけどでも大きく乗れるの。で、プラス動画でこの全体に入ってなくて一番上位だった人だから、この場合は、パンズの人、この人もジッパーに大きく乗れる。だからこう、人参の人は全体で3位だけど、この説明的には乗れないの。乗れないの。ざっくりする感じです。で、2位までって書いてなかった？ホームページ見る。このままだと虚言癖になっちゃうから、ホームページもう一回見る。Tell me why, tell me why, tell me why I never feel free to stay, I always stay. そうやね。ポイントランキング1、ポイントランキング2、ムービー、ポイントランキング1。合ってるはず。全体で、だからそのジッパーに大きくなりたかったら、全体で1位か2位をゲットするか、でも動画は難しい。今これさ、とりあえずイチゴとさ、リンゴがさ、1位2位で例えたけどさ、ここがごちゃごちゃしてる場合があるじゃん。例えば、イチゴ。例えば、全体順位と動画順位がこうだったとした場合、まずイチゴとリンゴがさ、ゲッツできるじゃん。でも動画順位でイチゴだった人は抜かれる。で、リンゴだった人はそもそもいないってなったらさ、次に獲得できるのはさ、メロンなわけじゃんっていう。ちょっと難しいよね。そう、だから動画順位でリンゴさんがここ、2位で、ここにいるってなると、いちごさんいない、りんごさんいない。で、この中で一番上の順位の人誰ですかってなったら、メロンちゃんになる。最初から動画狙い。そうだね。だからなんか、
そう、大きく乗れるらしいの。なんか大きく乗れるんだって。見開きで掲載&取り下ろし撮影実施パシャって書いてあるの。っていうね。で、この全体順位1位だったら600ポイント、2位だったら何百ポイント。プラス、秋のジッパーでみんなに投票をお願いしていただいてもらいまして、総合順位が決まったらまたその1位の人は300ポイント、2位の人は何百ポイントってなって、これとこれがプラスされた合計で、合計の順位が多い順で1位が決まるっていう感じだと思うんですよ。私が読み解いた感じ。ありがとうございます。卵かけご飯。卵かけすみさん、ありがとうございます。そういう感じなの。なんかちょっと複雑だったと思うんですけど、まあ、とりあえず、そう、もうとりあえず、上を向いて歩くしかないっていう。上を向いて歩くっていうことなんですけど、ちょっと説明してみた。みんなもう多分知ってるよって人いると思うんだけど。行っちゃって。お腹すいたでござる。今日のおすすめ教えてあげようか。焼肉。ガムじゃありません。ありがとう。半分あげようか。きっ、お腹すいたって半分あげる。割り無人。ありがとう、ガムさん、リムジーン。ありがとう。上しか見ねえぜってことでオッケー？うん、オッケー。上しか見えない。もう本当に。上未来へ。上未来へ。悲しいニュースが続く日々。何を信じていいか迷い、言葉にできないこのモヤモヤを誰にぶつけたら熱。配信とちょっとアミタのみんなでミクチャを学ぼうぜコーナーでした。ありがとうございました。あー暑いわ。ということで、あと3日、何卒よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。みんながよく寝れるように願っています。明日も今日も明後日も願う、みんなの夢の中、そして私はその夢で空を飛ぶの、どこまでもつつつつつつてんつてんてれてんつてんつつてんつてんてらたん、ステンバイミーステンバイミーおたりなにステンバイミー。あーねえみんちゃん、リムシンありがとう。
友人ありがとうね、本当に。いや、そうなの、マジで、生誕祭がもうすぐって、本当に、ちょっと、どうすればいい、おい、でらてててな、ハッピースーナウ、いつか二人きり。ハッピースーナウ、いつの間にか恋に落ちた。大人でも子供でもない、ふわふわハート、ギューってって感じなんですけど、昨日さ、ごめん、最後にこれだけ言わせて。昨日さ、なんか、もうすぐだよって言って、ちょっとお知らせを出させていただいたんですよ。一般販売始まりました、みたいな。それでさ、グッズをぼかして、出したんですよ。雰囲気をね。で、そしたらなんか、CD 発売ですかってコメントくれてる人いたんだけど、ごめん、これさ、確かに CD にめっちゃ見えるなって思ったんだけど、ごめんなさい、これアッキーの土台です。ごめんね、なんか、すごい勘違いさせちゃって申し訳ないんだけど、このミンタのアクキーの土台です。めっちゃ CD に見えるんだよね、確かに。私もコメントで言われて思ったんだけど、ごめん。勘違いさせて。ごめんね。土台です。土台です。ただの土台です。この度は、皆様の混乱を招いてしまい、大変申し訳ございませんでした。それでは本日も本当にありがとうございました。皆さんまたお会いしましょう。ありがとう。バイバイ。本当にありがとう。本当にありがとう。4位をキープしつつ、どんどん上を目指していきます。グッバイ、君の運命。